過剰な量を食べずに3食に分けて食べるっていうのは血糖値の上下幅があんまり大きくならないっていう意味でね、その方がいいと言われてるんですよ、うんうん、みんなで生きよう100年チャンネル。どうも梶原です。さがみんです。よろしくお願いします。先生から糖尿病の話をいろいろお聞きしてたと思うんですけど、うんうん、視聴者の皆さんもすごい反響があっていろいろコメントも残していただいて、私も関心がどんどん湧いてきてます。あ、まあね、私としてはね、ようやく皆さん気づいてくれたって感じなんですよ、うん、僕は特にね、若い頃ね、糖尿病で失明する人ものすごいたくさんいたんですよ。で、特にね、栃木のね、まあ、日赤の病院に行ったことがあるんですけど、その時なんかは本当にね、周りの農家の人とかでもとにかく糖尿病で失明する人は多くて、本当なんとかしたいと思ったんですよね、はい、でそんな思いで動画も作ったんですけど、うんうん、誰も見てくれなくてそうだったんですね。で なんでと思ったんですけど、はい、結局ね、糖尿病で失明するとかそういうことを結びつく人がすごく少ないみたいですよ、世の中にはね。うん、いや、昔に比べてひどい糖尿病性網膜症の人ってずいぶん減ったんですよ。だからこれはね、いろんなところで啓蒙活動がうまくいって、そんなに重症になる前にちゃんと治療を皆さん受けてるんでと思ったんですよ、うん、だから当然ね、目のことも知ってるのかと思ったら、そういうわけでもないみたいでね。食べ物の話をこういろいろ聞かせていただいて、あれ食べちゃダメっていう話はたくさん伺ってたと思うんですけど、これ食べた方がいいとかこれがいいっていうのはまだ聞けてないので、私すごい気になってるんですよ。で、皆さんも気になりますよね。先生、教えてくださいよ。そうね、じゃあ今日は血糖を下げる食べ方と食べ物っていうことでお話しましょうか。はい、お願いします、はい、まずね、はい、食べ方なんですけど、これ微妙な問題で、例えば僕なんかはね、朝食べないですよね。で、1日2食なんですよ、うん、はい、でね、2食がいいか3食がいいかっていろんな問題があってね、これね、いろいろ条件付きで考えないといけないですね。条件付きですか、うん、例えばね、同じカロリー量であれば3食に分けた方が3回消化でエネルギーを使うから、エネルギーをより使うんで3回食べた方が、そうするとですね、同じカロリー量を食べるんであれば2回より3回に分けた方が太りにくいっていう話はあるんですよ。ただね、1日3回食べるとトータルのカロリー量は増えることがほとんどなんですよね。うん、朝昼晩結構お腹いっぱい食べちゃったら、これは明らかにカロリーオーバーなんですよね、うん、だったら1回に食べられる量は限られてるから2回にした方が総カロリー量は減るから、はい、まあ、痩せやすいっていう人もいるわけですよ、うん、まあ、これはいろいろ条件があるからね、難しいんですけど、とにかくね、血糖を上げにくいっていう話にするとですね、はい、これは3回分けた方がいいと言われてるんですね。そうなんですか、うん、っていうのはね、ほとんどね、2食の人って朝食べないですね、はい、でそうすると夜食べて朝まで何も食べないから、それ飢餓状態になってるわけです、体はね、うん、でそこでまた食べないとさらに飢餓状態進むわけですよね、はい、で飢餓状態が進んだ状態で食事を食べるとですね、うん、非常に効率よく吸収しちゃうんですね、うんうん、だから血糖も朝食べて血糖上がりました下がりました、昼食べて血糖上がりました下がりました、夜食べて血糖上がりました下がりましたっていうよりはですね、朝食べません血糖上がりません、昼食べましたっていうともっと上がる人が多いです。で夜もまた食べると夜も通常以上に上がるというようなことが起きやすいんですね、うん、まあ、そういう意味で言うとですね、過剰な量を食べずに3食に分けて食べるっていうのは一番血糖値の上下幅があんまり大きくならないっていう意味でね、その方がいいと言われてるんですよ、うんうん、でこれはね、まあ、考えようなんですね。1日3食食べないと気が済まない人とかね、朝からお腹空いてる人とかね、うん、いろんな人いると思うんですよ、うん、だからね、これは本当難しいんですけど、朝抜くような人は1食1食を本当にね、大きくカロリー取っちゃうと、結局はカロリーも同じぐらい取っちゃうし、うん、血糖はむしろ高い状態が少し増えちゃうっていうことなんで、これは気をつけた方がいいと思うんですね、うん、食べ方としてはね、まあ、他に食べる順番とかどうですか、はい、食べる順番は好きなものからがっついちゃうんですよじゃあ 何食べるの、唐揚げとか天ぷらとかあ、そうね、まあ、それ良くないですよね。あ、そうなんですね、うんうん、で基本的には、まあ、食物繊維を先に食べましょうっていうのがね、推奨されてる食べ方ですよね。うん、なぜだか知ってます？消化の吸収を抑えるから。そうです、そう特にね、不溶性の食物繊維っていうのは消化されないまま腸まで行き、そうするとその脂肪だとかね、糖分だとか、そういうものの吸収を遅らせるっていう意味があるんですよね、うんうん、それからね、まあ、当然食物繊維は水溶性のものも腸へ行ったら場合にはね、善玉菌に餌になって腸活にはいいっていうことですよね、うんうん、それでね、朝最初にやっちゃいけないことは何ですかね、へー、
甘いものを食べない。そう。お。それから甘いものを飲むっていうのがこれ最悪なんですよ。じゃあ果物はどうですかね。果物はそれはいいんじゃないですか。うん、果物いいんですけど、オレンジジュースとかね、グレープフルーツジュースとか、加糖飲料なんですよ。そうなんですか。そう。もちろんビタミンも入ってるしね、いろいろいいんですが、食物繊維がかなり奪われちゃってますから、ジュースっていうのはね、はい、加糖飲料になってるんですよ。だからね、それちょっと注意した方がいいですね。じゃあ先生、スムージーとかもダメなんですか。スムージーもジュースよりはいいと思いますね。ただ甘いやつはやっぱり気をつけた方がいいと思うんですよね。でまず血糖値をね上げないためには野菜からスタートしましょうっていうことですね。でその次はねタンパク質を取るってことですね。とにかくね体の全部ね髪の先から足の爪まで全部体はタンパク質でできてるわけなんで、タンパク質がちゃんとしっかり取れる状態を先に作るってことですね。でそれからねだんだん糖質の方に入っていくと。まあそこにね脂質も入ってくるわけですけども、バターとかマーガリンとかは、飽和脂肪酸とかトランス脂肪酸とかが入ってますので、体の中でねコレステロールや中性脂肪を開ける働きがあるので、毎日毎日こってりパンにベタベタ塗ってっていうのはやめた方がいいと思うんですね。美味しいんですけどね。そう、美味しいんですよね。だからね、とにかく美味しいものは体に悪いことが多いんでね、気をつけながら食べるってことですよね。そういう順番で、食物繊維から入ってね、タンパク質とか炭水化物、脂肪の方へ、だんだん行くと、そういうことがいいと思うんですね。はい、であくまでやっぱりデザート的なものはね、最後に回した方がいいですよね。先生、バターとかマーガリンの代わりに先生のおすすめってないんですか。不飽和脂肪酸ということで言えばね、オリーブオイルの方がいいですよね。おー、オリーブオイルですか。最近ねレストランとかでもパン持ってくるときにイタリアンでなくてもオリーブオイル持ってきたりすることありますよね。確かに、オリーブオイルなんかちょっとこう苦いのが嫌いだっていう人もいると思うんですけど、そういう選択肢もありますよね。はい。あとね、血糖を上げないものとしてはタンパク質に関してはね、牛肉豚肉は割とこう脂肪が多いんですよね。そうなんですね。もちろん部位にもよるんですけども、タンパク質の割合が高くて脂肪が少ないっていうのは何の肉ですか。はい、何の肉。羊。羊簡単に手に入るっていう意味ではね、鶏ですよね。鶏ですか。鶏のささみっていうのがね、非常に低カロリーだったらご存知かと思うんですけど、ささみとかね、胸肉とか、その辺は非常にタンパク質は高いけど脂肪分が少ないのでね、ダイエットしてる人はよくささみしか食べないとかね。そうですね、たまにいるでしょ。そうですね。それからあとはお魚で言えばお刺身ですね。お刺身いいんですか。刺身はいいんですよ。結局お魚ということ自体がね、オメガ3系の不飽和脂肪酸を多く含んでますから、そういうことで言うとね、サバ缶みたいな缶詰の、あれも非常にいいんですよ。そういう意味ではね、今言ったような不飽和脂肪酸も入ってるし、水で煮てあるようなのがほとんどでしょ。そうすると油で揚げてないので、いわゆるエイジズとかね、週末糖化産物みたいなものが入ってないからね。だからお刺身とかそういう水煮みたいなものっていうのは非常にいいですね。血糖を上げない食べ物になりますよね。お魚ってすごいんですね。であとは、そうですね、野菜に入るといえば入るんですけど、特に血糖を上げにくくする食べ物なんかあります、身近なもんで。何がいいんだろう。これはね、キノコですね。そんないいんですね。食物繊維の塊みたいなもんですよね。しかも超低カロリーですよね。カロリー少ないんですね。少ないですよ。それでね、例えばビタミン E があったりとミネラルが多いですよね。キノコ類はね。じゃあキノコたくさん食べたいと思います。そういうものを美味しく食べられるように、するといいですよね。電子レンジで結構ね、加熱するだけで調理ができちゃうっていうね、ことで言うとそのまま食べられるし、栄養が逃げないし、いいと思うんですね。でね、糖質と考えられるものの中でね、パンとかご飯とかあるじゃないですか。でね、例えばご飯で言うと普通食べるのは白米ですよね。それからパンも普通の精製した小麦粉で作ってるものがほとんどじゃないですか。で、例えばですけど、ご飯で言えば玄米を使うとか、麦類を混ぜるとかね。それからパンも全粒粉使ったパンっていうのもあるじゃないですか。ああいう部分っていうのは食物繊維結構あるんですよね。ですから炭水化物から食物繊維を引いた残りが糖質って考えるとですよ、割合から言ってね、食物繊維の量が増えるわけですよね。だからそういうのが嫌でなければね、白米の代わりに玄米にするとか、パンでも全粒粉にするとか、そういう考え方もあると思うんですね。ちょっとした工夫が大事なんですね。あとね、最近ね、
どっかでシナモンが流行ってるみたいなの聞いたことあります？流行ってるかわかんないですけど、私は大好きです。あ、シナモン大好き、はい、うん、僕はどっちかというとあの香りは苦手なんですけど、カフェオレとかに入れるんですかね、とかケーキとかそういうのにちょっと。あ、そうですね、シナモンがですね血糖値を下げるっていう話がちょっとあるんですよ。インスリンに対する反応性が上がるっていうことらしいんですけど、ただね、じゃあシナモンってどれぐらいで効くのかってね、例えばシナモンのねスティックあるでしょ、はい、であれをこう入れてかき混ぜて飲んだりするじゃないですか、あんなんじゃ全然効かないですからね。だいたいね 1g から 5g ぐらいって言われてるらしいですよ。 1g から 5g ぐらい、っていうことはね、ティースプーンで言って、まあ、2杯ぐらいっていう話なんですよ。飲み物にそんなに入れないでしょ、変な味になっちゃうでしょ、はい、料理とかだったらそれぐらい入れて食べられるかもしれませんが、そういう意味では気休め程度に思ってください。それで血糖値下がるとあんま考えない方がいいと思うんですね、はい、いろんなその情報が氾濫してますので、例えばコーヒーがいいか悪いかって話の時に、例えばじゃあカフェインが入ってるから即悪いとかね、そういう単純な考え方はおかしいと思うんですよ。でそれからポリフェノールが入ってるからいいとかね、はい、ポリフェノールだってそんなにむやみにたくさん入ってるわけじゃないんで、情報にね過度に惑わされずにねいた方がいいかなとは思いますね。ちゃんと裏を取った方がいいと思いますね。はい、気をつけます。まあ、その今コーヒーのポリフェノールって話しましたけど、まあ、ポリフェノールってねいろんなものに入ってますけど、カカオポリフェノールとかワインポリフェノールとかね、ポリフェノール自身は5000種類あるんですよね、で私が皆さんから目にいいサプリメントをなんか開発してくれませんかっていうことをずっと言われていて、それでその話を時々今までもしてきましたけども、まあ、なんと、ついに、発売となります。おお、ついにですね。商品名がですね、ウィンビジョンプレミアムって言うんですね。まあ、ウィンっていうのは勝利っていう意味ですよね、ビジョンは見ることですよね、で特別なっていう意味でプレミアムっていうのをつけたんですけども、大変だったんですよ、長い道のりだったんですよ、特殊な材料を使っていたりとか、高い品質を保つためにね工場を選んだりとか、まあすごく時間かかったんですけど、まあ、非常に品質のいいものがねできましたので、これはもう自信を持って進められるものなんですね。でね、まあ、サプリメントについては勘違いだけはしないでいただきたいですけど、まあ、薬ではないのでね、食べ物の中で足りないものを補いましょうっていうのが本来のサプリメントだし、病気を持っていてねこういうものが特に普通より多く取った方がいいですよっていうのもサプリメントなんですね。まあ、サプリメントで期待している作用としてはね、かなり特殊なポリフェノールっていうのは非常に高濃度で配合してあってね、でそれがすごく抗酸化作用があるってことなんですよ、抗酸化作用があるってことは体のあちこちで役に立つっていうことなんですけどね、ポリフェノールっていうのはねもちろん目でも非常に炎症を抑えてくれて大事なものだし、それからお肌とかね、そういうところでもね、美白作用があるんですよね、それから肌の保湿作用もあるんですよ。だからポリフェノールってものすごいいろんないい作用が多いんで、そういうものを使ってると目の病気の以外のことでもねいいことあると思うんですね。で目の方はねそれにさらにですね加えて神経の細胞を保護する作用っていうのがあってですね、私にそういういろんなことを望まれる患者さんの多くはね網膜の病気なんですよ。でつまり白内障みたいにね手術したらすぐそのまま良くなっちゃうっていう病気ではなくて、光を感じる大事な網膜っていうところが悪くなる病気だから、その神経の保護作用のあるっていうね、そういう作用はものすごく必要なわけですよね、でポリフェノールの全般的にそういう作用が少しあるんですけど、まあ、その中でも特にね神経が勝手に死んでいってしまうアポトーシスっていうメカニズムを抑える働きがありそうだっていうことで、まあ、それを作ったわけですね。まあ、それと光による酸化の害から目を守っているルテインという物質ですね、それからゼアクサンチン、まあ、そういったものを配合したサプリメントなんですね。ウィンビジョンプレミアムっていうサプリメントをようやく完成して、まあ、お届けできることになりましたので、まあ、それについてのですねいろんなことも説明がありますので、概要欄とね動画の最後にそこへ飛ぶリンクを出しますので、少しでもそういうものは取り入れたいっていう方はそちらをご覧いただくといいかなと思います。食べ物についてもね時々 LINE でもお話ししてますので、 LINE の方でもお友達になってくれるといいなと思いますね。概要欄の方に公式 LINE のリンクがありますので、ちょっと探してみてくれればと思います。病気を諦めない、年齢を諦めない、元気で長生きして100年迎えましょう。梶原アイケアクリニックではスタッフを募集しています。眼科の先生や首脳訓練士はもちろん、資格がなくてもできることがたくさんあります。究極のサービス業、医療の世界で輝きませんか？私たちと一緒に眼科難民を救いましょう。詳しくは概要欄をチェックしてください。
どうですかね、今日の血糖を下げる食べ物、皆さんのお役に立ったでしょうか。役に立ったと思った方はチャンネル登録といいねをお願いいたします。ベルマークを押していただくと動画が上がるとお知らせがいきます。チャンネル登録するとベルマークが出てきます。それじゃあまたね。